大津市立瀬戸南小学校は、滋賀県大津市三大寺に所在する公立小学校。最も近い中学校は、大津市立瀬田中学校。瀬田の唐橋の義母星と南という漢字を形取り、デザインされた。昭和51年に、瀬田小学校から分離した。南っ子の当たり前南っ子とは、瀬田南小学校の生徒のこと。 以下の3点を当たり前にできるように指導している。1、挨拶は相手の目を見てハキハキとに靴はつま先骨つんかかとピタッサン掃除は時間いっぱい黙々と毎年、瀬田南小学校では地域の方々や近隣の小中学校と交流を深めながら、がら大見国庁跡の清掃活動が行われており、上記の指導方針を意識した活動が行われている。 自画作イニシエをスローガンに、優しく、賢く、たくましく、力いっぱい生き抜く児童の育成に力を入れている。学校行事に、地域の方々や、隣接する、瀬田南幼稚園の園児たちとの交流が、設定されており、小さなお祭りや、楽しい催し物を、小学生たちが、主体的に考え、総合力を養うことができる、機会が豊富にある。瀬田南小学校では、 毎年、以下の3つの行事が行われている。4年生くずかふるさと体験学習5年生、フローティングスクール6年生修学旅行竹部大社、瀬田の唐橋大見国庁跡。ありがとうございます。